佐賀の橋本瑠偉選手です。まあ、8連勝ですけど、ね、小田原もたなかったですね。そうですね、調子はいいですね。調子はまあ悪くないと思います。まあ、ここ直線短いから橋本選手向きでしょ。そうですね、大学の時に国体でここで走って優勝したことがあるので、悪いイメージはないです。ファンにしたことお願いします。しっかり完全優勝して得点できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ミッドナイト経由に進むホッズパーク杯、初日の競争いよいよ最終第7レースへと進みます。サラリーレース予選の最終組です。距離1625m、周回数4周回の候補戦です。さあ、直近2場所完全優勝でここ順次もと佐世保に乗り込んできました。佐賀橋本瑠偉の登場です。後ろは地元を待ちした坂本大志、そして3番手前で6番辻誠一、九州ライン選手紹介、3者の並びを作っていました。では出揃いました対戦メンバー、改めまして1番車から順を追ってご紹介いたします。1番は福井の木村隆、2番は栃木渡辺康則、3番は佐賀橋本瑠偉、4番は福井長澤和道、5番は地元長崎坂本大志、6番福岡辻誠一、7番は東京駒井大輔、以上の7名で争われます。発走します。最内1番の木村、そして最外7番駒井の出方にも注目していきたい第7レース、号砲になりましてスタート。さあ、まずは前取り3番橋本瑠偉自ら行きました。2番手1番車木村隆、そして少し車間がありまして2番の渡辺康則、外に4番の長澤和道です。長澤は車を進めていきまして1番木村との連携をまとめていきそうです。そして5番の地元坂本大志、5番手から車を前と進めます。6番の辻誠一も後方から上昇していきます。7番の駒井大輔、ただいま最後尾、2番の渡辺との前後並びを整えていくところです。競争1周回目、3コーナーから2センターカーブ回っていくところです。3番の橋本瑠偉、先頭正攻法です。さあ、いよいよ特別賞判がかかるシリーズ、準地元で決められるか、まずは初日の競争です。追っていくのは地元5番の坂本、橋本のマーク、この勝ち上がりへの特急権ある位置、好位守り抜きたいところ。6番の辻誠一がラインに厚みを持たせています。九州ライン前段です。2周回目、1センターから2コーナー回っていきます。1番の木村が初手は4番手、中段4番長澤との福井同県連携です。縦ある木村が前々攻めて各ランに出るのかどうか、そして7番の駒井は後方、6番手が初手のポジション、経験値の差を見せて一角崩しに出ますか。近況好成績です。さあ、7番の駒井が2番の渡辺を連れまして関東ライン2車、車を前へと進めていきます。3番の橋本の外並んでいきました7番の駒井です。そして上がった関東ラインの後ろへとスイッチは木村長澤の福井同県近畿ラインです。さあ、前段軽走、内が九州ライン、外に関東ラインです。3周回目、1センターを通過、2コーナーを回っていきます。さあ、7番の駒井が先頭を立ちました。3番の橋本は車を引きます。1番の木村が3番手、3番の橋本は下げ切っての5番手です。さあ、九州ライン3車、どこで反撃に出るか、3番の橋本まくりに構えるか、7番の駒井が先頭、1番の木村が少し前と車間があっての3番手、そして3番の橋本瑠偉がホームまくっていきました。1コーナーから2コーナー向かっていきます。追っていく地元5番の坂本大志、6番の辻は前と連結が乱れました。さあ、7番の駒井も前々踏みますが、まずは3番の橋本、続いて5番の地元坂本と西九州両者が出まして、1番の木村がただいま3番手追い上げ、7番の駒井は下げて5番手、2番の渡辺が5番手切り替えます。4コーナーから直線コース、まずは3番の橋本1着、2着争いで1番の木村か。第7レースチャレンジ予選の最終組、3番の橋本瑠偉ホームまくっていきました。5番の坂本のみ追走となりまして、そして1番の木村が3番手最後追い込みまして、3番1番5番で上位3名ゴール線を通過しています。決定までしばらくお待ちください。第7レースでした。
めでとうございます。ありがとうございます。息上がってます。おめでとう。ありがとうございます。さあレース振り返ってどうでしたか。1番の木村が3番手、ここまで引いての展開となりましたが、そうですね、ちょっと突っ張る予定だったんですけど、はい、誘導が切れなくて、うん、まあ、引き切ってだったんで、ちょっと後ろには申し訳なかったですね。もうそこはもう冷静に、いやまあ、ね、そうですね、特進かかってるしね、もうしょうがないと思うんですよ、今回戦はね。でも坂本もちゃんとついていってますからね。そうです ね、ただね、かかりすぎてね、もう踏まなくていいのに。さあ、佐世保は初登場となりますが、はい、どうでしたか、走ってみては。いや、何回か練習で走ったことがあったので、はい、まあ、じゃあ慣れた感じで、はい、いや、インカレでも優勝したりとか、もう似合うみたいなもんですよ。そのどうですか、特賞がかかってっていうお気持ちの方は。いや、特に意識しないようにしてますね。まあ、やっぱりそこプレッシャーかけるよりかは、もう自分らしいレースをといったところでしょうか。そうですね。そうですね。ヒロさんどうですか。はい、そこの階段きつかったの。きつかったです。その階段下ったらローラー乗るように。クールダウンね。まあまあきついんですよ、先行するぐらい。知ってます、ね。足張ってますからね。レース後にね、ここ登らせるなんて。スプリンターですから、橋本選手は。さ、一走してみてご自身足の状態とかどうですか。あ、悪くないと思いますね。いいですか、はい、さあではたくさんのお客様はきっと応援してくれてると思いますので、一言メッセージお願いいたします。あと2勝なので、しっかり2勝して特進できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2対2、地区ごとに並びが作られていました。注目はやはり7番車橋本瑠衣の走りです。では出揃いました対戦メンバーを力順を追ってご紹介いたします。1番は鹿児島竹野幸信、2番は埼玉山中浩一、3番は岡山高井流星、4番は佐賀富永正久、5番は広島脇田義雄、6番新潟鈴木博士、7番は佐賀橋本瑠衣、以上の7名で争われます。号令受けての前傾姿勢、最後に4番富永正久アンドに手をかけました。号砲になりまして第7レース発走です。さあまずは前取り1番の竹野、4番の富永、両者が出ていきました。1番の竹野幸信が先頭誘導員との車間を詰めていきますか。2番手4番富永正久、そして2番の山中浩一、そして3番の高井流星、4番手あたり、6番の鈴木博士、5番の脇田義雄と続き、最後尾から7番の橋本瑠衣が車を前と進めていきます。競争1周回目、バックストレッチから3コーナーです。4番の富永、1番の竹野が前で待っています。7番の橋本瑠衣上がっていきまして、このまま成功法へと変わりそうです。予選はホームまくりでありました。まずは今シリーズも白星スタート、4番の富永が追っていっての佐賀両者、富永昨日は地元中里太郎ゴール前差しての1着でありました。2周回目入りました。1番の鹿児島竹野が3番手を回りまして、九州3社厚みがあります。2番の山中が4番手初手の位置です。昨日はインギリからの4番手1社抜いての3着でありました。続いて6番の鈴木博士、関東両者の結束です。そして3番の高井流星は6番手からの組み立て、初日は6社の競争先行1社の構成利を生かしました。続くは5番の脇田義雄、予選1着番手すんなりからの追い込みでありました。3対2対2と分かれて縦1列の台形、2センターから4コーナー回るところで後方から中国ラインが動きを見せました。
7番の橋本の外まで並んできました3番の高井、そして2番の山中はどうするか、レーサーを心持ち外へと持ち出していますが、中国勢の後ろか、さあ九州勢の後ろを回るか、さあ7番の橋本が3番高井に対して突っ張っていきますか、再度3番の高井が上がっていきます。さあ3番の高井先頭で鐘を聞きます。そして2番の山中が3番手を追い上げて、7番の橋本は5番手車を下げ切って、前と3車身の車間の状態やや縦長に伸びまして、4コーナーからさあ最終ホーム、さあ3番の高井流星の先行ホームまくりで、7番の橋本5番手からの仕掛けでありますが、4番の富永が口が開きました。1車で仕掛けることになりました7番の橋本、2番の山中3番手、さあ7番の橋本が一気に逃げる3番の高井を捉え切りました。4番の富永内々上がっていきまして、現在は4番手、その外あたりに6番の鈴木を見ます。さあ2番手以降車間がありまして、3番の高井続いて5番の脇田、直線コース7番の橋本圧勝ゴールです。そして3番の高井に5番の脇田か、7番の橋本塁圧勝ゴール、本まくりからの一着でありました。特賞に王手をかける連勝ゴールとなりましたか。リプレイ映像です。7番の橋本塁まずは押し切りました。そして2着3番の高井、続いて5番の脇田です。審判からの決定放送ありますまで今しばらくお待ちください。最終第7レースでした。橋本選手おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。緊張した？いや、そうでもないですね。え、本当？今日手を追い上げて、展開はどのように考えてました？後ろになるような展開は考えてました？いや、高井が、まあ、切ったらそのまま、まあ、後ろまくりかかましで行こうと思ってたんですけど、うん、前が緩まなかったんで、はい、早めに後ろのことを思ってと思って出たんですけど、ね、行こうとしたあれついていきやすいで、本当は車間切ってグーッと行きますから、ね、やっぱりちょっと強さが違うんですよね、橋本選手がね。どうでした、あのまくり切ってからはどんな感じでした？もういや普通に言ってても、そこで息が上がりますよね。どっちがきつかった、そこの階段と階段の階段ですね、やっぱり、はい、ね、いやでも橋本選手はね、はい、あれカーボンつけて あと1秒いいタイムで上がってましたからね1秒以上かまあ10秒台でね、うん、さあ明日どうですか、同期対決4人となっていきそうなんですけど、その辺。いや、あんまりもう意識しないでしないで、ご自身のレース特進かかってるんで、やっぱりそこはね、勝つレースをというところですよ ね、 そうすね、難しいよね、またね、それね、はい、うん、どうですか、2日終わって状態はもういいですか？あ、悪くないですね。悪くないですか、はい、はい、それでは皆様にメッセージお願いいたします。明日しっかり優勝して特進決めれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。佐賀の橋本塁選手です。2日間走ってみてどうですか？調子は悪くないと思います。まあ、ここまで来たらね。そうですね、ちゃんと優勝して独占したいと思います。後ろにもね、技術使わなくていいからいいですよね。そうですね、まあ、自分の走りをして、はい、ね、打ち上げ行きたいんですけどね、佐賀ですからね。そうそう師匠もね、いるかどうか分かりませんね。そうですねじゃあファンに一言お願いします。と完全優勝してしっかり特進を決めたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ミッドナイトケーリン佐世保オッズパーク杯、さあ最終日の競争も残すレースは一つとなりました。最終第7レース A 級チャレンジレースの決勝です。距離 1625m、 周回数4周回で争われます。この競争やはり注目は最内1馬車橋本塁、いよいよ特別賞がかかる競争となりました。立ち放かるは3番車の井上周華、中国ラインは増田高井でのルーキー同型での連携となりそう。そして佐世保初登場の今井には6番の森田が連携していきそうです。では出揃いました今シリーズのファイナリスト7名、内から順を追ってご紹介いたします。1番は佐賀橋本塁、2番は岡山高井流星、3番が市井上周、4番は広島増田仁、5番は東京今井聡、6番福島森田達也、7番は三重梅沢隆。以上の7名によりましてチャレンジレース決勝が争われます。
発走します。構えての号令つけられました。各社前傾姿勢と移ります。5校なりまして第7レースチャレンジ決勝発走です。さあまずは前取り誰が行くか、3番車5番車あたりでしょうか。5番の今井聡です。3番井上周がその今井の内を抜けていきました。先頭3番の井上、5番の今井がただいま2番手、そして7番の梅沢隆、6番の森田達也、1番の橋本類がただいま5番手、そして4番の増田仁、2番の高井流星がマークを取ります序盤戦です。1周回目バックから3コーナー回っていきます。3番の井上のもとに7番の梅沢が車を進めていきます。さあ3番の井上、連日後ろを引き離すハイパワーです。2場所連続の V となりますか。7番の梅沢は当日 3.79 から 3.86 へとギアをチェンジいたしました。競争2周回目に入ります。5番の今井には6番の森田が連携していきます。過去にも連携がある両者。さあ5番の今井、準決勝戦第2戦候の展開の中踏んで踏んで前に詰め寄っていきました。1番の注目橋本類、さあ連勝を重ねてここまで来ました。2日間の仕掛けはホームまくり、決勝戦は難しい短期戦、それでも決められるか。初手は5番手です。バックストレッチを通過いたします。そして後方には中国両者、4番の増田、2番高井の連携が見られます。増田昨日は番手にはまる展開でありました。追っての2番の高井、昨年別府の初優勝は同県山崎俊也の番手戦でありました。その中国両者が後方から動きを見せましたが、中段からは5番の今井もアクションを起こします。3番の井上の外をかぶせて5番の今井、さらに外が4番の増田、1番の橋本は前段の並走を短期見ています。さあまずは5番の今井が井上の前を切りまして、4番の増田が先頭、3番手追い上げて1番の橋本、並走になっています。内を5番の今井、内にかぶる展開です。3番の井上は後方、ただいま5番手、さあ1番の橋本が最終ホーム、一気に短期で先頭を立ちました。4番の増田が現在三車線車間があっての2番手追い上げてきまして、5番の今井、そして3番の井上周はどうか。現在5番6番東日本勢の後ろに中部勢3番7番がいます。さあ2センターから4コーナー、車間が大きく、これはセーフティーリードか。1番の橋本類、特賞を目指してゴール線一直線だ。1番の橋本類1着、2着6番の織田が第7レースチャレンジ決勝ファイナル。1番の橋本類、短期でも思い切った競争と打って出ました。これが功を奏しました。番手以降2番手以降後続をちぎりまして、1番の橋本類が1着特賞のゴール、6番の森田達也2着、そして3着は3番の井上あるいは5番の今井あたりか。決定までしばらくお待ちください。第7レース A 級チャレンジレース決勝でした。さあ第7レース強かったですね。いやこれもう持つんかいと思ったら思いました。やっぱね違いましたね。もう足りなかった、ね、でどんどんかかってきましたね。一気でしたね。井上選手が全然出ないぐらいかかりっぱなしでしたね、うん、本当になんてもうあれですよ。やっぱね入れてくれなかったです。やっぱずっと並走ですから。そうですね、ジャン並走で足をずっと風圧受けてるのにもうホームから行ったけど、うん、そのまま押し切りましたね。あそこの選択もすごいですね。もう思い切ってしまう。やっぱ持久力もねだいぶ上がってますね。そうですね、早めに。もうスプリントはね、まあね、もう大学チャンピオンとかすごいんですけど、ちょっと本当に競輪、うん、の足になってきましたね。後ろと差を開いて差も縮まらずに、圧倒的な強さになりました。メロンが、ね、ただ2、3着、3着、ね、3、4着が接戦ですかね。また決定放送までしばらくお待ちいただきたいと思います。橋本選手おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあレースどうでしたか。短期での競争となりましたけど、あの増田さんが多分徹底先行だったので、はい、増田さんのラインに乗っていって井上さんが飛んでくるのを待つっていう感じで、はい、あでも井上さん来なかったんでいつも来る場所で、はい、なるほど、もう自分から先に仕掛けようと思って行きました。あの途中ちょっと今井選手と並走になったじゃないですか、はい、あの辺りどうでしたか。本当3番で取りたかったんですけど、はい、今井さんに詰められたんで、うん、ちょっと今井さん抑えつつっていう感じで並走して、あんまり並走すると足使うなと思ったので、うん、もうそれなら出ちゃおうって感じで、はい、すごいね。でもまあ井上選手の来る前にかけて正解よね。はい、うん、本当に圧倒的に圧倒的やな。後ろをぐんぐん引き離
放してって言ったレースだったんですけど、やっぱり井上選手は意識されましたか？ああいう井上選手のインタビューも見たかなと思うんですけど。いや、前県民の時からだいぶ意識してました。あの怖い顔でね。ですよね。あのキャラに言われたらちょっとだいぶ、えっと思いますよね。そうですね。さあ、この無事ね、連勝を終えて特賞されました。今のお気持ち教えてください。まあ、ちょっと素直に嬉しいですね。ですね。さあ、ではお客様ね、たくさん応援してくださったと思うので、今後への意気込み含めて一言お願いいたします。1、2安でもしっかり勝てるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。